ございます。今はトイレにいる。だって4時半だから。まずいくもくっついてブサイクでございます。今日は今日から減量スタート。朝有酸素行ってきましょう。23分。何このめっちゃ久しぶりな感じ。この有酸素行くさ、朝の人生の新しいステージが始まってる感じで本当楽しいよね。よし、減量スタート。終わり。今は30分だけ。よし。何時？6時10分。朝の有酸素が終わりました。今日から減量スタート。今の体。あれ見てんだよ。もうさ、足震えてない時って体見せるの嫌なんだけど、まあね。まあこんな感じです。まあ脂肪が取れて肩とかいい感じにこうやってボコーンってなって、この脂肪が取れてね、なるのが楽しみです。職場について1食目を食べます。あのね、 Vlog で載せてたやつ、ご飯 100g とトマト2本とこういうあのそぼろ、そぼろじゃない、鶏むね肉です。でしょく。で、今はそう、こういう感じ。ね、今のところは1日2000カロリーとってます。2000カロリーを食べて、で、まあだん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 合わせて減らしていく感じです。で、米はね、あの普通の米ともち麦を使ってる。もち麦使うと食物繊維が豊富だから便が出るようになります。今のめっちゃ美味しい。これを食べて、今日はね、パーソナル、今日はね、いつもなの。これを食べてパーソナルをします。今がお仕事の合間の時間。トゥルー、見てください、これなんだっけ、シェーンじゃない、シンションシンシェーンシンシェーンションシンシンシンティンシンハンみたいな、あのなんだっけ、最近みんながよく着てるあれの、そう、呼び方がわかんない、シーンわかんない、それのウェアなんだけどさ、めっちゃすごくない？ケツがさ超漏れんの。しかもこれで1200円でございます。これで1200円、やばくない？質とかもね、めちゃくちゃいいの。なんでよかったら買ってみてください。足が今こんな感じ、で、お尻もこんな感じ。これね、めちゃくちゃ漏れるからほんとおすすめです。体がさ、めっちゃ綺麗に見えない？ほら、なんでぜひ買ってみてください。お仕事終わってトレーニングして焼きました。背中広くなりました。体は黒い、いい感じだと思います。ビール完成です。これはね、ガラスフレンチってやつ。キラキラ。超綺麗です。こっちの手はね、ブワー。こういう感じ。めっちゃ濃いかな。完成。これが明日のお食事です。明日の食事。あー、爪見せたくなっちゃうね。
これが明日の食事です。明日の食事はブロッコリーと鶏胸肉とお米です。はい、もうね11時半、減量1日目でした。でね、2回目の減量なんだけどね、今回ねすっごいね、ふぅー楽しみーって感じ。そう、楽しみなんだけど、振り返ってみると1回目の減量はね、なんかねすごい怖かった。だってさ、今までやったことないことだしさ、食べるの大好きだし、チョコばっか食いするし、めっちゃやばいからさ、私って結構これやばいところあるからさ、だからなんか本当に減量ができるのかすっごい怖かったの、今までやったことないことでさ。でなんか思ったんだけど、今新しく始めることがある人、例えばさ、まあダイエットするでもいいし、留学行くとか、職場が変わったとか、あと初めて大会出るとか、そういう人はね、もうハングオン、頑張ろう、頑張ろう、諦めないで頑張ろうって言いたい、一緒に頑張ろうっていう気持ちです、私はもう勝手に。そうだってさ、始めることがさ一番難しいことじゃない？例えがさ、まあ、納金だからさ、ジムの例えしかないんだけど、ジムにさ初めて入りましたで、初心者の人はさ5キロの重さを持ち上げて、で何年間も行ってる人はさ50キロの重さをさいつも持ち上げるとするじゃん。でさ、論理的っていうか論理的っていうんだっけ、それまあそうやって考えたらさ、50キロの人の方が大変だと思うけど、本当に大変なのはね、始めたてさ5キロを持ち上げてる人なの。そうだってさ、知識もないとさ、まあ、パーソナルに変えればちょっと別だと思うけど、知識がないままやってこれでいいのかなって言っててさ、3ヶ月も半年もやってもさ結果出ないままでさ、だけどさ体は痛いし筋肉痛慣れてないから、その痛い中でもそのままさまたジムに行って頑張らないといけなくて、でも結果は出なくてさ、真っ暗な期間が長いわけじゃん。そうだから、その期間に辞めちゃう人ってすごく多いんだけど、だからさ、もう新しく自分が好きでやると思ったことは、その結果が出るまで、ちょっとの結果が出るまでね、踏ん張った方がいいと思います。私も踏ん張るからそう、すぐにね、今はねもうこんなことをすれば痩せるなとか太るなとかわかるから、もうなんか頑張れそう。そうでね、絞れてない感じの体とかもさ見せるのさ、めっちゃね、まだ正直だとちょっと乙女なところがあるからね、すごい嫌なのだけど、まあ、そういうのもなんだろう、見せないのもねなんかねあれだから、私がちょっと頑張って成長して、それで他の人もちょっと刺激をもらえれば嬉しいなと思います。大丈夫だよ、だってエミネムもいるしさ、大丈夫大丈夫だから一緒に頑張りましょう。